国際切手展の会場国際切手展の切手賞のブース切手展とは切手のコレクションの展覧会である。単に切手を展示している博物館は世界各国にあり、日本では郵政博物館や切手の博物館などで見ることが可能である。これに対し切手展では今までに発行された切手の中からあるテーマに沿って収集し展示用に レイアウトされたコレクションが公開される。切手収集家が自身のコレクションから郵便紙コレクションや図案別といったテーマで構成したリーフに切手の歴史的経緯や図案の概要といった説明を施した作品を出品するのであり、そのため切手の背景にある社会的、歴史的事象も掘り下げるものである。また大規模な切手店ではコレクションのコンクールが行われるほか、 切手収集家同士の交流会が行われるほか、切手商や郵便事業者の出展ブースが設けられる場合もある。国際切手展は、世界一流の融資コレクションを広く公開することで、有種の普及と拡大を図る目的がある。国際融種連盟の加盟国の持ち回りで、毎年2から3カ国で開催されている。 また国際切手展には加盟国各国の郵政当局がブースを出展するほか、同じく世界各地の切手賞も出展する。また開催国だけでなく、参加国も切手展開催記念の記念切手を発行することも少なくない。また中には、本国では販売しない会場限定の記念切手を郵政ブースで販売することもある。 日本では1971年から10年をきに開催されており、2011年に横浜市で日本国際切手展2011が開催され、次回は2021年の8月もしくは9月に東京または横浜で開催される予定である。1947年に京都で開催された切手展の記念小型シート、 当時の2円普通切手を5枚組み合わせたもの1945年より、旧郵政省と優秀団体が協力した展覧会が各地で頻繁に開催されたが、これらは郵便事業だけでなく電気通信事業なども含めた低新事業啓発が中心となり、今日的な展覧会のイメージではなかった。また、この当時全国各地の百貨店などの会場で地方切手展が開催されたが、 当時の郵政省は、開催地にちなんだ記念小型シートを発行した。しかし多くは、普通切手を組み合わせただけのものであった上に、回数も多かったことから切手収集家から、乱発乱造と非難された。全国規模の競争切手展の第一号は、1950年に開催された全日本切手コンクールである。この展覧会は1回だけで終わり、1951年より、 全日本切手店へと継承された。さらに、1966年より全国切手店、1977年よりスタンプショーが開催されている。また小規模な切手店は日本各地にある切手収集家の団体が主催して行われることもある。日本で今日開催されている主な国内切手店には全日本切手店、スタンプショー、全国切手店がある。 審査により採点が行われる競争部門と審査が行われない非競争部門に代別される。競争部門では厳密に定められた審査基準に従い出品者の作品を審査員が審査しその結果が公表される。審査結果によりメダルや賞状が出品者に授与される。佳作以上の作品が切手展開場に展示される。審査員となるには 有志知識、過去の切手店における入賞実績や見習いとしての経験などが必要である。審査員となる人は収集家、有志関係者が多い。国際有志連盟の審査基準に従って開催される国際切手店に関しては、文献部門を除いては各国におけるフィップ基準の国内店に出品の上、所定の成績を収めないと出品することができない。 また出品できる作品の規模についても過去の成績によって上限が定められている。2020年現在、国際切手店出品の資格を得ることができる日本国内の切手店は全日本切手店と全国切手店のみであり、また2020年3月に開催される予定のスタンペックスジャパンもフィップルールに準拠した審査基準をうたっており、75点以上を取れば、 国際切手店への出品が可能である。かつては実際に切手店の場に赴かなければ作品を見ることが困難であったがインターネットの普及に伴い個人のコレクションや切手店への出品作品をウェブ上に公開している収集家が増えておりウェブを介して出品作品を見ることも可能となっている。参観するのに特別な資格は必要ないが切手店により 入場料金が必要な場合がある。ありがとうございます。